どうも皆さんこんにちは嫡スです。本日ね届きましたこちら。皆さんねこちら知っておりますかねエブリングっていうねこちらいつだったかな ?5 月ぐらいにですね発表されて私ね購入したんですよね。この指輪型の決済サービスですねこちらビザタッチ決済でね利用することができるということで今回ね購入させていただきました。5月のね一番先行の 時に発売されてて買って、えー、夏にね到着っていう話だったんですけどもいやー長かったですね今日何日でしたっけ、えー、9月の2日ということでかなりかかりましたということで今回ねこちら、えー、実際に開けてですねセットアップしてこちら指輪指輪型のビザタッチ決済ができることですんでちょっとねコンビニでも行って、えー、決済ねしていきたいと思いますひとまずね開けましょう こんな感じのね、今回佐川で届いたんですけどもこんなね段ボールで届きましたはいじゃあ開けちゃいましょうかねはいで段ボールを開けるとどんな感じになるのどんな感じおっこんな感じでこんな感じですはいエブリング書いてありますねはいであちょっと見していいもんな <laughs> ちょっと分かんない これは大丈夫ですねこちらこの度はエビリングおやぎいただきありがとうございますということでこちらの外装の箱には QR コード添付してますとかね、まあ、こういう説明書きが書いてあります QR コードこれかなこれは違うね、はい、こんな感じで説明が入ってましてあでこちら納品書が一緒に入っている感じですかねはいで中身がねこんな感じで入ってます楽しみですね 開けていきましょうちょっとねあのー、この購入自体すごいね競争率高くて大変だったんですよ、まあ、大変だったっていうかまあ、なかなかそのアクセスが集中しちゃってねなかなか買えなかったんですよねですんで購入する時にこれ指輪なんであのサイズを入れるじゃないですかですんで一応私はね小指につけたくて、まあ、小指のサイズでね購入したんですけどちょっとねちゃんと サイズが合ってるかどうかっていうのはちょっとね不安ですよね。はい。ということであの無事ねつけれればいいんですけどね。はい。出しました。こんな感じです。はい。こんな感じになります。エブリング。裏にね QR コードがついてますね。ここだ隠さないと、まあ。箱の裏なんで、まあ裏は別にあれですかね。はい。でもこれおしゃれですね。これね。ちっちゃいです。かなり。 ということで、これもね開けちゃいましょう。ということで開けます。どうなってんのかな？これこうやって開けるのかな？じゃ、このままこういった感じでね。皆さんにお見せできるようにこんな感じで開けます。そのまま指は落ちたりしそうで、こちょっと怖いんですけど、はい,い、行きましょう。では開けます。どんな感じでしょうか？まだ私見えてません。おこんな感じになってるんですね。はい。 いやこれはおしゃれですね。ちょっとつけましょうか。こんな感じで入ってます。いややっと来ましたね。これはあこういった感じでね取れるんですね。はい、こんな感じでこんな感じになってます。じゃあ外しちゃいましょう。いやこれ面白いな。わかります。これこれですよこれこれで。 タッチ決済できるんですよいやこれちょっと夢がありますねはいということでちょっとねつけましょうああバッチリかちょあでもちょっときついぐらいであーいいバッチリですどうでしょうかこれは予想通りですねどうでしょうかちょっと男の子ついてるねこんな感じで見せて申し訳ないんですけども いやこんな感じでね利用することができるといやーこれはねおしゃれじゃないですかうんお財布持ち歩きたくない時とかねいいですよねうんはいこんな感じになってまーすはいということでこれがですねピザタッチできるということでいやこれはねワクワクしますねいやこれは買ってよかったですしかもねあの無事にねサイズもバッチリですねうんこれはもう 緩かったらね意味ないじゃないですかだったんでちょっとすごい不安だったんですけどいやこれバッチリですねはいということでセットアップねしていきたいと思いますこれね中に入ってるのは本当にね指輪とこのケースがこうやってあって指輪入れる台とあとね取扱説明書こんな感じで入ってますはい。説明書はね日本語で書かれておりますんでセットアップね簡単にできると思いますじゃあね セットアップででしていいいいきたととと思いますということでねセッットアップが終わりましたアプリケーション、ね、ダウンロードしてそこでチャージしてね利用するっていう感じですねで指輪自体はねこんな感じになっておりましてよいしょこれかなはいどうでしょうかちょっとねうまく映、ね、ってるかわかんないんですけどこれね内側にですね映ってるかなちょっと微妙かもしれない内側にね ビザのマークはねちゃんと書いてあるんですよね？これはこれでまたかっこいいですね。うん、ちょっとね。気づかなかったんですけど、えー、見てたらね。あ、ここにビザって書いてあると思って、こんな感じにねなっているんですよ。いやーこれはねちょっと高いんですよ。これ <laughs> これね。2万2000円か2万1000円ぐらいするんですよ。高いですよね。はい、私はまあ。 YouTube やってますんでねあの皆さんにお見せするっていう意味でねあの購入させていただいたんですけどこれはね夢がありますね。ということでセットアップがね終わりましたので実際ね今からローソンに行ってちょっとね決済ねしていきたいなと思います。でチャージなんですけどこれねチャージはアプリケーションでね行うわけなんですけどもなかなかチャージってまあいろんなクレジットカードね会社ありますけどこれねビザタッチができる決済端末なんですよね。ですんです 私ね国際ブランドビザしか利用できないのかと思ったらですねなんとアメリカンエクスプレスも利用できたということで今ねヒルとアメックスでチャージしたんですよね。はいということなんでアメリカンエクスプレスで、ね、チャージできる先がねまた増えましたねだからこれで a u p a y p r e p a とこのエブリングねまあちょっとこれは高いですけども、はい、利用することができるっていう感じですね。ということでちょっとねローソンの方に決済ねしていきたいと思います。 思います。はい、ます。すみまみせんお待たせしました,いたますお願いしますははい、いい。ありがとうございます、はい。ということでローソンからね帰ってきましたいやまあ当たり前なんですけどもビザタッチね普通にできましたねでねこちらですねこのリングがありますよね で、こうやってねタッチ決済の端末に近づけると決済できないそうなんですよねこのこのこの向き <laughs> この向きちょっと分かりづらいかもしれないですけどリング、ね、外した方がいいですね,リングはですねこの向きだと決済端末にね触れると決済ができるそうなんですけどこの向きでね 決済端末に当たるとでできなないそうなんですよね。これちょっと不思議ですけどもまあ決済する時もですねこの指輪につけた状態でもあの手のひらをこうやってかざすんじゃなくてグーでこうやってやるみたいな、まあ、そういった感じで、えー、決済端末に近づけていただけると、えー、決済ができる仕組みっていう風になってるんですよね多分これセキュリティ対策なんですかね。まあこういった感じでね利用することができると。 いやー、これね、いいですよね。まあ今ね、スマホで何でも決済ができる時代なんですけども、スマートフォンさえね、持ち歩きたくない時にですね、こちらね、いいんじゃないかなと思います。ちょっとね、私もこれね、あのチャージしつつですね、使っていきたいなと。 思いますいやーちょっとね次世代的な感じがしていいですよねまたねこのセキュリティっていう面でもですねこちらスマートフォンアップにですね決済したら通知がねパンって飛んでくる感じになっていましてまたねそのアプリケーションで決済ができるかどうかっていうのもボタン一つでね切り替えることができますんでまあ使わない時はですねそれオフにしといていただければビザタッチをね利用することができなくなるっていうふうになりますんでまあそういった感じでねセキュリティもされてると。 いう感じですね。ということで今回ですね、このね、ライフイズスマートって言われているこのエブリングのね、紹介をさせていただきました。ちょっとね、私の動画のね、えー、ジャンルではね、この決済サービスを紹介するっていうのはなかなかないんですけども、ちょっとね、まあこちら2万円ぐらいするね、商品ということで、まあ気になる方もね、いらっしゃるかなというふうに思いましたので、今回ね、動画撮ってみました。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 とといいうことでおままけ動画ねちょっと作らせてたただきました今ねスマートフォンアプリの「スマートニュース」っていうねアプリケーションを新規でダウンロードした方でまたね紹介コードを入れていただくとプレミアムロールケーキローソンのね ありますよねあちらがねこちらねずっといろんな商品ねもらえるキャンペーンがねやってたんですけども今回ねローソンのプレミアムロールケーキということでこれね結構ね需要があるんじゃないかなと思いましてこのねお化け動画に差し込ましていただきましたスマートフォンアプリのねダウンロードフォームと紹介コードね概要欄に載せておきますので気になる方はですねこの機会にねスマートニュースっていうアプリケーションをダウンロードしていただくだけまあ新規登録とかねしなきゃいけない ないんですけどまあそれだけでねもらうことができますのでもしよかったらですね利用してみていただければなと思います。ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ